はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、風雲ボクシング物語ね、続きやっていこうと思いますってことで、行きましょう。さあ、前回ね、この別館を立てたことで必殺技がね、覚えられるようになったってことで、僕とのりゅうがね、とりあえずコークスクリューブローを覚えましたね。伊達さんそしてね、スマッシュもね、覚えたいんだよな。アッパー系のパンチが強まる特技、インファイターにおすすめ、パンチ力も 10% アップするってことね。ただね、取得 29% これね、きついんだよね。ちょっと3割のために1ヶ月とステータスアップしないで技に時間を使うっていうのはね、なかなか博打かなという気もするんだよね。 29% だもんね。で、これね、亀山くんで覚えようとすると、スマッシュね、21% ってことで、これね、多分ステータスで違うんだよね。僕とのりゅうのが全体的に現状強いからね。なのでやっぱね、基礎的なステータスをね、トレーニングしてから必殺技をね、覚えに行った方がいいんだと思います。ということで、必殺技ね、覚えられるようになったのはいいんですが、しばらくはやっぱり普通に、ステータスアップさせていく方がいいのかな。亀山くんに関しては、僕とのりゅうはね、なんかあと1年しか現役でいられないみたいなことを言ってたから、ちょっとね、覚えやすそうなものを習得したいかな。でもコンボ数プラス1とかでも58だもんね。どうしたもんかな。で、試合を組むかどうかなんですけど、まず、亀山くんの方は新しい相手、羽黒チョコスケ、ハグロチョコスケか、ハグロチョコスケ、まあ、新しく試合できる相手も増えたんですが、8回戦まあでも順番にね、6回戦から行ってみますか。ハグロチョコスケは、標準的な技術が特徴のアウトボクサーということですが、まずはね、梅田シューマッスル、標準的な防御が特徴のインファイトボクサー、こっちにね、挑んでいきましょう。行きましょう。そう、キックボクシングから転向してきました。自慢の足はお見せできませんが、パンチだけでも圧勝しちゃうぜということで、試合までにね、体重を落としましょう。まあ、アイテム使えばね、すぐ落ちるのは落ちるんだけどね。そうですね、まあ、ダンベルちょっと投げとこうかな。くらえ。で、どうしようかな。ちょっと落としすぎないようにして、最後の調整で走り込みのがいいかもしれないので、このぐらいにしときましょう。覚えられそうな技があればね、一枠覚えてもいいんだけど、 44%、29% だもんね。ちょっと、あ、ショルダーロール 100% になったから、ショルダーロール入れようか。でもね、これで一枠埋めていいのかなっていうのもね、ちょっとお試しで僕との竜はね、覚えさせたけど、体力向上、パンチ力向上、でもこっちも 29% なんだよね。まあでもショルダーロール覚えとこうか。ああ、でもどうしよう、あれだよな、1ヶ月間他の能力上がんないんだよな。でもきっとそれやると、ちょっと待ちますか。こっちでね、特訓してくれてね、ステータス上がるからね。さあ、で、僕との竜どうしようか。彼は結局ね、あの、トカチキ活動に勝てない限り先へ進めないんだよね。前回も挑んでやられちゃったんですが、
ここの彼がね、強いんですよね。で、これ勝てないと、次へ行けないんですよ。なので、なんとかね、もうちょっと強くなってほしいんだけど、しばらく二人とも見守る時かな。お、9月は、プラスですね。オッケー。そして能力の伸びとしては、あ、負けたから魅力が下がったか。で、必殺技取得してたからやっぱり、能力が上がってない。なるほどね。ちなみに本館の増築ってあとどれぐらい必要なの？まずレベルが6にならないとダメか。全然だね。それはじゃあ本館の増築は考える必要がないな、しばらくは。で、こっちは増築してもしょうがないもんね。本館5回以上で増築可能でしたから、まだこっちも全然先か。ジムを増築するとこちらの建物も増築できるようになります。手広く進めていきましょうということで、今後はねちょっと施設増やすのは先になりそうかな。スポーツショップはもしかしたら、増築できるかもしれん。ちょっとこっちも見てみよう。あ、増築できるな。スポーツショップ広げてみましょうか。ちょっと OK。まあちょっと様子見で、その間にこの2人がねちょっと強くなってくれるといいんだけど。走ってんね。お、いいね。パンチ力が上がる。体重が落ちる。いいねさあ、どうだ、増築がとりあえず終わるか。あ、試合ですが体重がオーバーしそうです。トレーニングを行いましょう。ビヨン記者の対戦予想としては、相手のがスタミナと体力がある。パンチ力はこっちが強いと。で、技術と防御が互角で、フットワークも優勢。これはいい勝負かな。でもちょっと体力とスタミナつけたいね。となると、トレーニング外回りやりますか。外回りは、スタミナがつくからね。あ、でも体力がちょっと、体力つけたいかな。室内練習か。でもこれホットってついてるやつやった方がいい気もするんだよな。ちょっと外回りしてみましょうか。さあ、ラウンド1。癒しスポット巡り大成功。 OK。 スタミナめっちゃ上がった。いいね。よし、ちょっと外回りしよう。スタミナつけてもらわないと。ほどほど。もう一丁行きましょう。あれ何かアプリが落ちた。このパターンは初めてだな。セーブされてんのか。あれ、音が出ない。ちょっと待てい。あれ音が出ないんだけど。あー、大丈夫か。あれ、 BGM がないけど。あれ、どうしようかな、これ。何か不具合が起きてる。ちょっと寂しいね、これだと。効果音は大丈夫なんだけど、BGM が、え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。しかも試合まであと4週間って、あれ、どこまで戻っちゃったんだ。一回ちょっと付け直そうか。大丈夫かな。
あれダメだ。マジ？え、なんかちょっと、調子が悪いみたいなので、一回ね、終了します。すいません。今回はここで終わりにしようと思います。ありがとうございました。なんだこれ。